で、まあ、アートミュージアム、カルチャルコンプレックスね。おぉ、イルバーみたいな。イルバーのグッケンハイムじゃないけど、やっぱちょっと美術館って変わった形の建物多いよね。おぉ、これ図書館も。まあ、変な建物 変な建物としか言わない。あの先っちょの方どうなってんの？どうすんだ？あそこに、あそこまで歩けんの？わかんないけど、ちょっと。デッドスペース多すぎん。せっかくだからアートミュージアムとか行くか。ちなみに僕のアートの知識はギャラリーフェイクと、可能制作の漫画ぐらいしかない。なんか撮影し、ビデオプラス使わないで撮影していいって話だったんで、ちょろっと撮らせてもらおうかな。アメリカの美術館、そういうの多い。海外とかね。モダン&コンテンポラリアアート・オブ・アフリカ、なんかすごいな、すごげ。As to be in plain sight。 おお、変な建物。うわ、怖怖。そういうの、これ、尖った建物だもんな。モダンコンテンポラリーアート。これ何表現したいんだ？フレッド・ウィルソン。まあ、古代ギリシャの神アトラス。ディームズ・ザ・アートの歴史を背負って重みだと。ビビッとハフリン。人がいたりとかね。コラージュっぽい作品はある。
まあ、インスピレーション湧くかも、コンテンポラリーアートの方が。この時のやつって、なんかね、一回見てると、なんとなく雰囲気つかめてくるんだけど、わけわかんないことに価値があるみたいな。ひどいな、その雑貨。いや、なんか、何かしらメッセージがあるんだけど、そのメッセージ読み取るっていうね。俺もなんじゃこやってやつ。林立している都市のようでもあり、でも近づくとただのゴミのようでもあり、現代アートって感じっすね。何番？広くに？うん、まあでもなんか都市的なものを表現するように見えるよね。解説もすごい細かく書いてない。これ雑誌。海だと。この海だっていうものに対してこのピンク色のもんってなんだろうなって。サンゴ礁かなって。抽象が強い。うん、アンタイトル。なるほどね。影みたいなの多分作品なんだな。これプリント基板？USB の基板だね、これ。ああ。タイトロープと TV 板。うん。これ説明いるね。うん。